サミュエル・ベケット卿は、アイルランドのダブリンのリフィー川の南側にあるサー・ジョン、ロジャーソンズ岸壁から、ドックランズ地区のギルド通りとノースウォール岸壁を結ぶ、シャバリ橋。2007年着工、2009年竣工、同年12月10日開通。アイルランドの作家であるサミュエル・ベケットにちなんで、名付けられた。建築家のサンティアゴからトラバが橋の設計者を務めた。 サミュエル・ベケット卿は、カラトラワが設計したダブリンで2番目の橋で、最初の橋はさらに上流にあるジェームズ・ジョイス橋である。カンチレ・バースパー・ケーブル・ササイ橋であり、13世紀初頭からアイルランドのシンボルとなっているハープをイメージしている。6000万ユーロをかけて建設され、2009年12月10日に、ダブリン市長のエマ・コステロによって、正式に開通され、翌日の午前7時には、 道路交通にも開通された。2010年にアイルランドのエンジニアリングプロジェクトオブザイヤーを受賞した。橋は旋回橋であるため、一つの部品として機能しなければならないため、このままプレハブ化して実際の設置場所まで船で輸送することが可能だった。鉄骨構造はロッテルダムでロンドンアイの成功をも担当したオランダの会社ホランディアによって製造された。 約5日で90メートル29メートルのポンツーンでダブリンに運ばれた。ありがとうございます。